スのサンタさんがおりました。あら、アンボジュールさんにおった、おらした、壁に木に下ろすと、うん、はい、こんにちは。こんにちは。はい、有田焼のヤシャガチャンネル、リサピョンです。はい、はい、リサンペさんです。はい、ただいま運転中でございます。先ほど昼間のサンタさんの練習風景に出会いましたが、今日はこれから、旧西地区の方に行きたいと思っております。私、個人的に今日ワクワクしておりますもうね、もう言わずと知れたちょっと私の唐揚げ好きがさらにこうワクワクしておりますじゃあ今日はよろしくお願いします。はい、テンション上げていこうよジングルベールジングルベール鈴が鳴るよ恥ずかしさ、恥ずかしさ、ほんと恥ずかしさけど、めちゃめちゃちょっと楽しみやん。そう、なんかやっぱりさ、唐揚げってあれよね、まあまあ日本人的感覚かもしれんけど、なんかクリスマスって言ったらちょっと特別な感じがせん。唐揚げでこう足のついとってやろそう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 、やってまいりました、唐揚げどんどんでございます。今日はちゃんと正式にオファーして伺っております。うふふふふふ、行こう、塩 200g。 すごい、骨付きもも、これ骨付きもも、これ三角揚げ、これは美味しいじゃん。これ焼き鳥もある。そうそう、焼き鳥もある、うん、美味しいぞ、食べたい。美味しい有田鶏が幸せをお届けしますと。有田鶏って結構ジューシーで柔らかいっちゃうねって聞いてるもう一人でテンションが上がってあちこち撮影しとるけど、全国のいろんなところにどこから来ましたっていうのをチェックしてあるんで、すごくない、ほら横浜とかさ、結構いろんなところから来てるよ、名古屋とか、はい、おー、支店が今少しずつ増えていってて、後でちょっとその支店の一覧表を写真で貼っときます。ぜひ、あのもしかしたら、ね、近くにあるかもしれない、これ見てくれてる人も、すごくない、この味が全国で食べられるって、ちょっと感動。はい、美味しそう。熱いうちに食べんと。そう、でも待って、ぶつ鶏だけちょっと待って、いい香りがしてるの、私も待ってるんだから待って。はぁ、食べたい、画面が揺れる。はぁ、私も食べたい、食べたい、はい、どうぞ。暑くない、大丈夫、絶対に美味しいやつ、わー、いただきます。いただきようか、うん、うまそう、この肉団子大です。うち肉団子結構実は料理これ使ってるんですけど、スープに入れたり素揚げしたりとかしてかなり使えるお肉になっております。この鶏肉の一番の特徴は実はこの熟成ささみ、鶏肉をね熟成させてあるんです。胸肉もあります。だけんしっとりした胸肉のハムとかでできるの。あとはなんといっても地元ならではの新鮮な肝類、さっきからこのプルプルしてるのを取ってほしいらしい唐揚げどんどんさんは有田のふるさと納税なんかもいろいろされてますし、ご予約も受け止まっているそうです。ぜひ幸せ運ぶ有田鶏、唐揚げどんどんさんをよろしくお願いします。別に私何かもらってるわけではないんですけど、単純に本当に好きなんで、よかったら一口食べてみてほしい。そう、実は娘ちゃんにも今ちょっとお土産を買って帰ってます。はい、それではまた次回、またねー。